いやもう全然 SD ガンダムは知ってましたけども、武者ガンダムとかだけども、 SDGs って一体何なのか、最初は結構そのクリビツといいますか、まあ、びっくりですよね、しまして、でそこからちょっとお話をいろいろ聞いてったら、あこういうのがあったんだと、ほうっていうふうにちょっと勉強になりまして、ちょっとこれはでも全部の17のセブンディゴールズが素晴らしい目標で、もちろん理想なんですけども、この理想がなければ目標もなく現実もないので、やはりこれはちょっと、協力したいなというふうに思いまして、やらさせてもらいまして、難しいですこれは。何せあのレコーディングの時にテイク11まで行きましたから、なかなか一発ではいけないと思うんですけども、サステナブルディベロップメントゴールズって言おうとすると噛むんですね。あのこれキャリーパミュパミュの法則っていうのがあるんですね。キャリーパミュパミュのパを意識すると言えるんですよ。キャリーパミュパミュ、意識をどういうか、サスティナブルディベロップメントゴールズっていう、サスとティナとブルとディベとロップとメントとゴールズに分けるんですね。だから気持ちとしてもサスティナブルディベロップメントゴールズっていう風な感じで、サスティナブルディベロップメントゴールズ、ゴールズディベロップメントサスティナブル、これ逆です、リバースもあります。3回続けて言ってもらう、はい大丈夫です。サスティナブルディベロップメントゴールズ、サスティナブルディベロップメントゴールズ、3回難しいですね3回難しいですね